渡辺さん、今ドナルド高山話題のシングルフィンパフォーマンスレア日、はい、ちょっと教えてもらえますか。今日入荷したんですけど、はいはい、シングルフィンのですね、今年の新しいモデルのレア日、はですね、あのパフォーマンスボードの DT3 の、シングルフィンチューニングの、ボードです。DT3 はですね、ナローナノーズとダイヤモンドテールの、パフォーマンスボードなんですけれども、これを、シングルフィンチューニングしています。どのあたりチューニングしているかというと、まずレールチューニングですね。レールのチューニング、シングルフィンの、パフォーマンスボードとして、オールラウンドで動かしながら、ノーズライディングなんかを楽しめるように、設計されていますので、シングルフィンながらもレール、特にテールのレールですね、すごいあのテーパー薄めになってますので、かなり、乗り味は軽くなってます。あとはボトムのとテールの方も少しこう、カーブをつけたりしてですね、あのシングルフィンながらもすごいコントロールしやすい、ボードになってます。モデル名のレア日っていうのは、ダイヤモンドテールの地にちなんで、ハワイ語でダイヤモンドヘッドっていう意味なんですね。なので、ハワイ出身のナローナノーズ高山さんらしい、ハワイにちなんだ、ネーミングをつけてます。やっぱり一番の特徴はですね、本当にこうオールラウンドに、動かしながら、サーフィン楽しめるシングルフィン。普通こうシングルフィンのクラシックボードだと波のサイズであったりとか、面がちょっとあの風が吹いてちょっと面が悪くなってたりとか、あと波が掘れてるとか軽いとか、いろんなコンディションにちょっと左右されやすい部分はあるんですけど、このボードは本当にオールラウンドボードなので、サイズだったりとかコンディション、あと多少風が入ってても、ノーズもナローですから引っかかりませんし、幅広いコンディションで、サーフィンが楽しめるボードです。なるほど。気になるテイクオフスピードはどうですか？テイクオフのスピードも、速いです。もともと DT ロッカー、高山シェイプの、キースタンダードロッカーの、ロッカーを使ってますし、あとはセンターの厚み、レールは落としてあるんですけども、ボード自体のセンターの厚みはしっかり残っておりますので、十分な浮力があります。でこちらのボード96なんですけれども、まず96の浮力プラス、このアウトラインとレール形状によって94ぐらいの感覚で、ターンしながら動かせる、ボードですね。なるほど。長めなのにパフォーマンスしやすいんですね。そうです。これはおすすめですね。おすすめです。最近シングルフィンのスタイルが流行ってますもんね。流行ってますね。そういうことですか、このボードは。なので、特にこういうオールラウンドにノーズライディングだけじゃなくて、ターンをしながら、そこにこうノーズライディング入れていく。で、トップターン、ボトムターン、カットバックっていうものを、うまくこうコンビネーションさせていくようなサーフィン、それもシングルフィンらしいラインのサーフィンをするっていうのが。なるほど。一本で両方できちゃうんですね。これすごいですね。そうですね、はい、これ楽しみです。はい、あと、カラーの方もですね、ベイビーブルーっていうティントカラーを、はい、で、すごい爽やかですね。で、ここのセンターからテールまでボランクロスのパッチ入れてますので。入ってますね、はい、これも、ルックスももちろんいいですけども、かっこいいですね。もちろん丈夫でもありますので。こちらフィンは別売りですか？フィンも付いております。あ、付いてるんですね、はい、これおいくらですか？ですね、これはですね、税抜きなんですけども28万5000円です。28万5000円、はい、ただその分、まず乗り味が最高に素晴らしい、はい、あとはやっぱりルックス、ボード自体の格好さも間違いないので、その分それ以上、価格以上に楽しめるボードです。ありがとうございます。これは今年ナンバーワンの一押しニューモデルですね。そうですね、はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。レイヤー比ですね。レイヤー比です。はい、ありがとうございます。